山の方行くとネパールの建物は大体レンガだけではなくて石と爪で土とそれからそれで詰め合わせていってる家もあるので、それで今回その山の家ですね、特に石とそれから土を混ぜた家が結構壊れたんですね。であとですね、家がみんな大体5階建てが多いんです。大体5階か6階建てなので、まあ、先ほど話したの防災面では取り組みなかったので、道ですね、道の方もやっぱりなんていうか車取れないようになっていたんですね。その後多くの子供たちですね、親が亡くなり、ね、親がお父さん亡くなったり、それから子供を亡くした人も大勢います。センターのこの教材ですね、自分の教材を1週間後に見つかったというそういう人もありました。これネパールの警察なんですが、このコーナーですね、1週間後に生存で警察、これ結構大きなニュースもなったんですが、最後で、まあ、いろいろ災害ありましたが、それ乗り越えて元気でやってますよという子どもの、笑顔の写真で伝わりました。はい、じゃあこのちょっと映像を見て皆さんどう感じられましたか。でここの方でもいいんですけど、何を感じられましたか。これ見ると写真は、誰だと思いますか。この女性の方が実はですね、ネパールの大統領です。はい、大統領とあと、まあ、私は実は県ボランティア協会の方なんです。実はその地震後に、私たち直接大統領と市長に会って、やはり全国の防災の教育を取り入れてくださいというそういうお願いに行った時の映像です。でこの実際にこの大統領もやはりネパールでは地震というのは神様なんですね、ネパール。まあ、神様が守ってくれるんだろうというふうに思っていて、やっぱり悪いことをするとね、神様は罰金与えますよということもあって、実は今回ですね、大勢の人亡くなったのが、まあ、ネパールであまりにも悪い人がちょっと増えたという、そういうことがあるみたいですね。まあ、ちょっと一つ、なんかその注意じゃないけど、まあ、しっかりしましょうという、そういうことがあるではないかなという、そういうふうに思っている人もいます。ちょっと地震の時の様子と別にどうだったかちょっと紹介します。まずネパールという知ってる方どれぐらいしますか。どれぐらいありますか。わかりますか。はい、実はですね、インドと中国に挟まれた小さい国です。はい、まあ、小さいといってもね、インドも大きい、中国も大きいのですごい小さいです。でこういう感じですね。ネパールってクソ長いんですね。でネパールでもネパール人がいるわけではなく、
バーはですね、100人以上の人数と住んでいます。実はその中にもう一人ここいますよね。あの人もネパール人、私もネパール人です。顔形違いますよね。ネパール人は南に行けば行くほどちょっと顔黒い、インド系に近いですね。それから北へ行けば行くほどチベット系に近い、まあ、中国人に近い、まあ、そういうチベット守る系ですね。なので白い顔してます。で、私はちょうど真ん中、中間です。ネパールカトマンズでありますので、どっちかというとちょっと彫り深い沖縄系の人たちとつながります。はい、まあ、そういう細長い国でいっぱい人数住んでいます。まあ、今までは64だったのが、最近になってから120以上というふうには拝見されています。ここですね、ネパールの共和国。それから面積は 14.7。まあ、平を広めてるというか、国境を広させては北海道の2倍ぐらいです。小さい国です。で、そこで4月25日ですね、地震があったんです。実はこの時に私何してたかというと、ちょうどこの地震があった日にネパールの大使が今までジャズミをしたことないということで、ぜひ日本の文化を体験させますよということで、牧之原の方で茶摘みをして、ちょうど東京に帰ったところに地震が起きたんですね。で、この地震が起きたのが、日本では12時5分ぐらいで、ね、11時56分ですね。で、それからネパールでは3時11分、あ、すみません、逆です、すみません。日本とネパールの時間が3時間15分ずれなので、ちょうど日本では3時で、向こうは11時頃に、まあ、地震が起きてしまったんですね。でちょうどそうです。静岡に帰った後に来てしまったんです。でちょっと紹介しますと、実はこれが私の生まれた町なんですね。まあ、家から5分ぐらいのところの世界遺産があります。ここも地震でこういう形でなってしまったんです。一瞬で、はい。で、私が1ヶ月後にネパール行ったんですが、まあ、その時もまたこういう状態でした。で、最近こうなっています。今はちゃんと作ってという状態で、まあ、来年は5年になるんですが、まあ、5年までにはなんとなくこれ完成するではないかなと思っています。あとですね、この建物もこういう状態になって、やっと今修復、ここだけちょっと早かったですね。今作っている最中です。見てください。こういう感じで、もう周りの建物は感じない状態です。で、今こういう形で今作っております。はい、サイクル現状の写真です。それと、まあ、こういったネパールというのは結構木造とレンガの建物が多いので、まだできないところは、まあ、修復状態ですよという形でこういう印になっています。あと面白いのが、ネパールの宗教感が強いんですね。で、先ほど周りがいろいろな建物が壊れたんですけど、実はこの神様ってどの神様か分かります？生き神様って言うんですけど、3歳から5歳の神様なんですが、この神様がいるところだけですね、建物壊れませんでした。で、それをちょっと見ますと、この建物なんですね。ちょっと見ますと周り壊れていて、ここだけ来れなかったんです。で、これは結構日本でも